与党3党の幹事長が会談し、企業団体献金の禁止に向けた与野党協議の場を設けることが一致しました。会談では民主党の小沢幹事長が与野党の協議機関設置を提案し、社民党と国民新党も同意しました。野党では公明党が協議機関の設置に前向きですが、自民党は政治資金問題の解明が先だとしています。また去年8月の衆議院選挙で当選した議員がわずか2日の勤務で8月分として丸1ヶ月分の議員報酬を得たことから、議員報酬の日割り制度導入の必要性でも一致し、野党にも働きかけることを確認しました。